ということで、今回の小池戦闘力はこの方にお越しいただきました。自己紹介お願いいたします。どうも、カニ鍋です。やべー、カニ鍋ちゃん勝たない大丈夫全然いいよ。でなんかサークルぐらいの気持ちよこれ本当よ、うん、なんか昨日もって緩かったんだけどねウィーレインさんみたいな感じだったレインさん、あ、ちょ出るんですよ、サマーブラハウスあ、本当に大一声さんでしたありがとうございます。もう嫌われてるってこといやでも多分ちょっと緊張してる。緊張してる？いや、めっちゃしてるっす。わぁ、そんなね、なんか緊張するような感じのチャンネルでもないのかないや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 、ぜひね、あの気楽にやってほしいんですけれども、うん、まあ、今回小池戦闘力、なんとなくルールの方は分かりますか？あ、分かります。はい、まあ、VIP 入りたての僕が、カニ鍋さんと戦ったら99ストックの僕は何回撃墜されてしまうのか、10分間の間にっていうあの企画なんですけれども、ちなみに見たことある？いや、めっちゃあるっす。結構見てるっすよ、俺。うん、ね、ありがたい、嬉しい。いや、全然ありがたくないですよ、僕の弱点が全部ぜひ見ないでいただきたい。だって昨日ね、俺帰るタイミングで リーさんっていうカフェラーの方の人で、うんうん、いや、ガノンだ、多分小池さんと俺同じぐらいだから対策するとか言ってやったんだから対策してたんだ。いやいや、小池もっとそういうことすよまあ、目標ストックどれぐらいですか？もう最近、あれじゃないですか、アバさんが、うん、27とか取りすぎやろ、えぐいやな、やばいなと思って、うん、35かなって本日35いったらえぐい、若い若いさすがにちなみにはみんなに言ってるんで、なんとなくアドバイスなんですけど、あの殴り合って勝とうとしたら、はい、いつかちょろっと引っかかって蓄積してっていうことがあるんで、はい、時間いっぱい戦うのを目標にしてたら自然と記録は伸びてきます、うん、はい、あと不起訴し、うん、まあまあ難しいかもしれないけど、殴り合ってバンバン取るぞは18ぐらい超えたことないよね、多分そのスタイルで来てる人としていないんじゃないかな。でもフォックスの火力なら、まあ確かにね、フォックスは火力は高いけどさ、軽いもんね。軽いね、確かにね、そこはね、むずいよね。いやいやいや、あるよ、50% ぐらいからって横スマ食らったら死ねえでしょ。いや、だから60% 貯める仕事じゃないの、こっちは。30いけるって言ってる人のキャラクターっすよ。あ、まあ、確かにね。一回 DA 引っ掛けたらそっか、でも30はさすがに言ってなかったもんね、誰も。そう、いや、そういうことよね。一回 DA 引っ掛けたら 80% で確かにな、大ウエスマやつ。15で終わるか30いくかなのかな、殴り合うってわかんないけど、楽しみやな。今自分で上げすぎた。大丈夫だから。大丈夫大丈夫。でもやっぱ目標高くね。そうや、まあ、そうですね。うん、じゃあもういつでもカニラブさんの、うん、やりますか。はい、お願いします。お願いします。はーい。ガノンなんかやっぱ何回も思うけど立ち悪いっすね。うん、確かにね、かなんかね、食う前とかね、引っかかっちゃったとなんかさ、シークとか言われたらさ、もうキャッホーってなるけどね。シークやばい俺がシークだったらこの企画成立してんか。いや、まいいよ、おいいよ、おおおお、エーパエーパですわ、これエーパや。あー、マジで。だってワンタッチ95でもこれ上スマッシュからの外出て、この弱ね、クエネカメラを上スマッシュでね。大丈夫、銃撃ってるか。今パーセント調整してた、上スマッシュで死ぬ。そう、お撃ってこない、はい、あ、やばい、撃った、ね、それだけ気をつけてきて、俺はもうなんで通り抜けるんだよ、俺の社長おかしいだろ。あの上スマだけ気をつけて当たるから、うん、エーパー、あ、そうか、エーパー来た、エーパーですよ、これは。お、はい、ワンタッチ 72%。 いや、強すぎる、マジで。いいけどな、一生入っちゃう。じゅん、うわっ、そっか、からの、あー、惜しい、はい、おいー、これ0%じゃないの。え、これね、これどういうこと。え、10分でも 0% ってこと。0% まずいんじゃないの、これ高い。え、今、過去一番ダメージ食らってない説あるよ。これもうカニ鍋さんの企画になっちゃう、逆に。ここまでえ、ノーダメージでどこまでいけるか、うん、どこまでいけるか、逆に10分間で。惜しい。やばい、やだまだまだまだ早いって。危ねえ危ねえ。でもあと2タッチぐらいすればこの先きついラインなんで。あー、食べてる。いいな。そうですか。フォックスが一番使えそうで使えへんだよな。難しいよ、このギャラ。あ、そうなんだ。やっちゃった。ボーナス、ボーナス。
やっちゃった。冬のボーナス支給されたね。支給が熱い。なんか俺の遅くねえかスマッシュ今日一段と。ヤコミさんいつも遅いです。いつもね、いつも遅いんだこの人って。いやもう、いやまだ大丈夫か、うん、はい、クーエヌがクーエヌでよかったな。よく書いたな。あでも暴れて。いやもうとりあえずワンソック持っていけるね。そんな相打ち上等やから、うん、そうなんだよね。クーエヌかすらペースなかなかいいね、うん、どんどん。クソったれ俺の家暗い。きついしたいというか寒すよ。寒すかいたね。困ったよの時のね。あら待って当たれっつって。まだしょ。え、もう行くか。うん。さあどうするか。お。お。ああ。ああ出てたら今ね。打ち込みの成果が。俺の打ち込みの成果が。出てなかったですねこれじゃない。おじ。え。上スマッシュね100万年アンタスやるのに小池さん。いやー漏れた。一回家出て駅行って鍵忘れたから取りに行くぐらいの後付き合いだった。なんだったら小池さんあのタバコ吸いぐらい時間ありましたね。ある、うん、タバコ吸えだ。一本吸って上スマ振ってもらったけど、うん、あーダメか。あま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 あ、おお、うん、そのバーガリもダメ。おー、オッケー、いいよ、捕まれていいよ。おお、怖い怖い、痛い、全部確定。俺死んでる。切るしかないもんな、うん、それ。うますぎねえか、カニ鍋。おお、あんの、あんの、あ、乗って欲しかったのに、台に。台に乗ってよ。ペースえぐいね。うん、いい感じ、うん、めっちゃ高いよー。あー、もう高いよー。暗い。お？これは？うまい。それやっぱ戻れんの？おお。マジ腹筋の角度うまいんだよね。うまい。すごい。そう。フォックス使ってるとさ、うん、あれが。俺だと戻れへんかった、うん、あれ。うん、早っ。この世の連打か？あれが。いや、これが本気の小池戦闘力に挑む者の覚悟です。飛んできてるな。そう。お、うまい。ごめんなさい。カチャ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 言うとったもんな。で。すごかったな、連打の音が。うん、火力高っ。すごい、何もできなそう、小池さん、うん、なんかサンドバッグが浮いてる。ずらす、サンドバッグ。おお、やべ、一発当たって、おおってなるし、やべってなってる。一発でね。暴れろ、暴れろ、暴れてけ、技振ってけ。まあそうね、そうね、いいよ、小池さん。そうね、女もそういう感じだよ。いい、いや、うわー、うまっ。すごい、やばいね今の、うん、でもジャンプで逃げるしかねえもんな。そら浮かれるよ。 90%。 待って待って、何もしてない。俺に関しては痛い痛い痛い。あ、これ晩ご飯のこと考えるぐらいしかやるじゃないですか。うん、確かに。今日の夜ご飯何しよっかみたいな ね話をしてもいい。待って、どうしようかなっていう。そのあ、なんか飲めないか。おい、行き過ぎるパターンあんねやこれ。やばすぎ。え、これもう戻れる。戻れるんや。ほら、あぶねえ。怖いな。あああ、見てたらよ。当てます。当てます。当てます、ミッチャーじゃないのよ。ジャパコ当てます。あ、タコ、あ、待って、なんで前になってんの。お、ね、全部ぐちゃぐちゃになった。でも上スマなんか当てちゃうもんだから。でもそのぐらい40%取れたんで、これさ高い。いや、高すぎそれ。おお、すごい、すごい、社長マジで深いよな。ライトがうまいイメージあります、社長。やっぱボックス伸ばそうと思った。あ、ミサ、マジで死んでる技ないな。すごい、でもまだ、あ、うん、ジャンプも使ってる、うん、はぁ、もう悔しい。
やっぱサンドバッグにしか見えなくなってきた。それの弱があるからもう嫌なんだよな、つかめねえよ。尻もちやめてくれ、マジで終わってる。いやー、まあいい。ボックスの上にちゃんと気づいちまったか、うん、俺クールでいいな。マジで美味しいコンボいっぱい入る。やばくない。おお。はは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 は振り上がった。13。いやー、バック最初のペースよかったのにね。いやちょっと行き過ぎたか。勝ち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 なの。勝ちではない、ではない。見切れちゃったよ。勝ちではない。やばいわ、もう継続されすぎる。すごいね。無理だ。ちなみにあのジャンプ切るしかないですか。まあほぼないですね。でもジャンプ切ったらジャンプ読みであの空上の空上で置かれてましたけど。ああもう当たった方がいいっすよ、うん、当たった方がいい。いやタバコ吸いに行ってもジャンプ切って浮かされるやったらもう当たった方がいいっす。なるほどね、無理なんだからね、あがくなと。いやでも強かった。やばねえよマジで。すごい軽くえぐい。はい、ということで金田部さんのフォックスと小池さんに努力させてもらいましたけれども、記録の方が A ボタン、はい、13。13ストップです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。1717%。あれ374。とんでもないことになってますけど、でもまあもう普通の人がやったらこれぐらいになっちゃうよっていうことだと思うんで、うん、いや本当に強いです。なんであの大会もね、この間梅村、うん、16位、もう昨日一昨日と16位、うん、そうですよね。いやもう本当すごかったんで、まだまだ頑張っていただきたいなと思いますけれども、もちろん、この後の動画もカニラベさんと撮っているんで、うん、ぜひ見ていただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。